こんにちは。今日の切り抜きニュースは、大塚彩香がなんかもうこれちょっとバカなことを平気であいつ言ってるんですけど、口座凍結されてたら国から総務省に政党助成金を返還しなきゃいけないって言ってるんですけど、凍結してても大塚彩香の印鑑と斉藤健一郎の印鑑があったらりそな銀行お金出すって言ってるわけでしょ。それをね、年末に今年使いませんでしたって言って基金の口座に振り返れば、これ今年中にその領収書作ることないんですよ。多分そんなこと全然知らないと思うんですよ。なんでそのりそな銀行に政治家女子48党の口座が4つもあるのかっていうのを多分その大塚彩香は知らないんですよね。翌年度に繰り越すための基金っていう口座と政党助成金が入ってくる口座と、あと日頃のね支出をするための口座っていうのがあるんですよ。あともう一個の口座がちょっと何に使ったかな。その基金の口座に積み替えればいいんですよ。地方議員の政務活動費なんかはその1年以内に使わないと領収書がないと返金なんですよね。でも政党助成金っていうのは今年余ったら来年に繰り越しができるんですよ。その繰り越すためには、あの大津陣営を聞いとけよ、これお前らほんまアホやから。繰り越すためにはその2人が反抗してね、斉藤君と大津さんが、いわゆる基金の口座に振り替えてそれを報告したら終わりなの。わかったね、だから今年のね12月31日までに決着つかなければ口座は凍結されてるだけでね、使用不能になってるわけじゃないの。2人が仲良くね、そこについてはお互いの利益だっていうことで判子を押せば凍結口座からお金出せるの。あとね、労働審判ね、従業員に対してはちゃんとお金払おうよ、ね、それぐらいはやりましょう。それもね、わざわざ労働審判しなくても裁判の結果出なくても大津彩香と斉藤健一郎が判子を押せば OK なの。まあね、その、まあ本当に頭悪いから、頭の悪い人には当然頭の悪い人が集まるから、なんかその、大津彩香の周りは本当にバカな人ばかりだと思います。ちょっと考えたらわかることが全然わかっていないです。大津彩香の弁護を続ける豊田弁護士が気の毒です。私は、目黒区担当の政治家女子48党首、大津彩香です。